はい、イエデックスです。さあ、今回はね、何をしていくかと申しますと、アロエのね、おすすめ品種を紹介していきます。アロエ、実は今ね、どんどんね、ブームが来てるんですよ。もう、アロエの革命がね、今年必ず起きてます。前回の動画でも、喋ったんですけど、もうね、世の中にね、もうアロエは地味だ、みたいな、もうなんかそのイメージがもうね、世の中にあるんですけど、もうね、最近はもうめちゃくちゃかっこいいアロエとか、すごくね、いっぱい出てきて、もうね、アロエが好きな方がね、実はどんどん増えてます。で、SNS、インスタグラムとかでも、もうね、アロエ好きな方が増えてきて、もうね、最近では結構ね、海外から輸入されている方とかが、もうかっこいいアロエとかをね、紹介しているので、もう、今回はこのアロエにスポットを当てて、アロエをね、どんどんと紹介していきます。で、今回は、我が家で育てているアロエ、もうね、今はもう60種類以上、我が家にもね、あるんですけど、その中でもね、私が今回結構好きなアロエをちょっとね、独断と偏見で紹介していきます。もしね、よかったらね、この動画をね、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあね、早速、我が家にね、あるアロエ、今ね、この温室ハウス、今ね、室内にある温室ハウス、ちょっと珍しいと思うんですけど、室内にある温室にあるね、室内にある簡易温室にあるアロエをね、手に取って紹介していきます。はい、まず1個がこちらです。こちらは名前がね、このね、まず名前を紹介します。アロエのホウマニーというアロエです。で、このアロエちょっと珍しいのが、このね、画面上でね、映りますかね。はい。ちょっと真ん中の株のあたりが透き通ってるのがわかりますかね。はい。このあたりですね、ここ、スーッとこの伸びているところが、透き通っている珍しいアロエなんですよね。とても美しくて、でもね、成長はもうめちゃくちゃ遅いみたいです。はい。でね、結構これは、たらんとゆっくりこう、鉢からね、垂れ下がるタイプなのか、ただね、垂れ下がるにはまだまだ時間がかかりそうで、秋に購入をしたんですけど、まだまだね、ちょっと、全然成長した感じがしてないぐらい、本当に遅いんですけどね。でもね、本当にかっこいいんですよね。この透き通ってるアロエって珍しいですよね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、こういった感じですね。なんかアロエ地味っていう方、ちょっとね、こういうアロエもあるんだっていうね、わかりますかね。ここが透き通ってるか。で、結構本当にね、お部屋でね、外とかで見ると、ここが透き通ってるのがわかるんですよ。すごく綺麗です。はい。こちらがね、アロエのね、ホウマニーです。ホウマニー。こちらにもね、ちょっと斑点模様が、ね、ついていて、すごくね、かっこいいアロエです。はい。こういったタイプですね。はい。じゃあね、続いて紹介していきます。はい。続いてがこちらですね。もうこちらはね、もうブルーミーというアロエのブルーミーです。はい。すいません。もう僕の顔は見ずにこのアロエを見てください。このね、ブルーミー。もうね、アガベ好きの方とかも、やっぱね、今、すごいね、ブームでアガベ好きの方多いと思うんですけど、アガベ好きの方もね、このブルーミーはすごくね、かっこいいって思うんじゃないですかね。この、トゲトゲで欲しい価値とか。アロエにもね、こういったタイプいっぱいあります。結構本当にかっこよくて、このね、アガベには負けないぐらいの、この、立派な、この、のり、この死ですね。すごいかっこいいですよ、ね。で、ブルーミーもね、いろいろな、こう、このね、トゲの色合いが、ちょっとね、黒っぽい血があって、そのね、黒っぽいトゲをね、探して求めている方もいるみたいです。で、実はこれね、もうね、完全に沼にはまったっていうのが、もう植物あるあるなんですけど、同じ品種を2つ所有するっていう、もうこれよくあるあるだと思うんですけど、もうね、同じ株をね、もう2株所有始めたらもう沼です。もう沼らですね。その証拠にというとね、はい、こちらです。こちらもブルーミーです。こちらが、あのね、購入して、もう、夏頃に購入しました。なんでもう半年以上我が家に経ってきています。で、こちらがまだね、我が家に来てからはまだ2ヶ月ほどなんですけど、やっぱりね、こちらの、このトゲのね、感じは、と、このトゲの色合いというね、全く違うんですよね。やっぱ、アロエって、まあね、どの多肉にでも言えるかもしれないんですけど、アロエは特にね、この個体の特徴っていうのが全然違うんですよね。同じ品種でも、個体によって全然ね、株の色とか、このトゲの色合いとか、
こういった感じなのがね、全く違うので、そのね、自分好みの、そのね、株を探し求めるっていう楽しみもアロエにはあります。はい。こちらがね、ブルーミーでした。もうかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいです。はい。そしてね、こちらがアロエのね、フォステリーという品種です。はい。すごいね、このね、動画上で、お伝えできればいいんですけど、株がね、ちょっとエメラルドと言いますか、青緑っぽい色をしているんですよ。ちょっとね、この、アロエで、私がね、個人的に、アロエでね、個人的に僕が好きなのが、ちょっとね、この株が青っぽい色をしているのがね、すごく好きなんですよね。で、この棘がね、はい、ちょっと黄色なのがわかりますかね。この黄色っぽい感じ。これがめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、葉っぱはね、こういったね、模様があります。こういった模様はね、なかなかアガベとかにはね、ないですよね。はい。アロエのね、特徴的なものだと思います。こちらのね、フォステル、本当にかっこよくて、ちょっとね、幹立ちをだんだんしてきてるので、もうね、今年の春からはね、さらにしっかりと日光に当てて、どんどんね、この幹もね、太く、ね、なるように育てていきたいと思っています。これですね、やっぱね、原産地ではね、結構アロエってね、大きいものだとね、本当に高さ何メートルもあるものとかあるんですけど、やっぱね、日本でこうやって鉢植えをしているとね、そんなに大きくはならないので、そんなね、場所を取らないと思います。アロエをね、イメージしている方はね、木立ちアロエとか、そういったね、なんて言うんですか、こう結構田舎に行くと田んぼ道とか、まあ田んぼ道じゃないか、田舎に行った時に、特にこう島とかに近づく、海に近づくにつれて、結構ね、木立ちアロエみたいなものってね、結構よく見かける方が多いと思うんですけど、そういったね、アロエもね、結構地味だなっていうイメージもあるんですけど、こういったね、かっこいいアロエもね、いっぱいあります。はい。で、結構アロエが好きになってくると、そういうね、道端に生えている木立ちアロエでさえもすごくかっこよくなってくるので、やっぱりね、最初、イメージが先行しているとなかなかね、入りづらいものなんですけど、一回ね、こういったね、違う、こういったかっこいいアロエをね、まず見てから、まずね、道端に生えている木立ちアロエとかをね、皆さん探し求めてください。きっとね、今まで見てたアロエのイメージが変わるはずです。はい、こちらがね、アロエのね、フォステリです。はい。はい、そしてこちらです。めちゃくちゃかっこいいですよね。はい、このトゲトゲとしい感じ、めちゃくちゃかっこいいです。はい、これかっこいいですよね。わかりますか？はい、こちらがね、アロエのフェロックスというね、品種になります。めちゃくちゃかっこいいです。これフェロックス、実は、以前ね、動画でも、紹介をしているアロエになります。はい。そちらのね、動画もね、ぜひね、ちょっと見ていただくと、すごくね、成長過程がね、すごくわかると思うんですけど、もうかなり大きくなりました。もうね、購入した時は、まだね、ほんとね、こういう手のひらもいかないぐらい、全然ちっちゃかったんですけど、これ栽培して、もう今、丸2年、で3年目になるんですけど、もうね、めちゃくちゃ大きくなって、すごくかっこいいです。で、先ほどね、アロエのように、こういった幹立ちタイプで、これね、幹もどんどん大きくなってきて、葉っぱもね、いい感じにかっこよくなってます。めちゃめちゃお気に入りのね、このフェロックス。このフェロックスとかは結構ね、ホームセンターとかでも手に入ります。結構最近ではね、こういったアロエもホームセンターとかでも買えるのでね、ぜひ皆さんこのフェロックス見かけたらね、ゲットしてみてください。こんだけかっこよくなります。アロエもね、もうめちゃくちゃかっこいいっすよね。はい、このフェロックス、ぜひおすすめです。はい、そして次がこちらですね。アロエは、すごくね、交配がね、もうね、もう昔からすごくね、進まれていて、いろいろなね、アロエの交配をね、作出している方もいらっしゃるんですが、日本でもね、こういったように、アロエのね、交配っていうのがね、いろいろと種類があります。こちらが、ガーゴイルとリザードブルーの2つの品種を掛け合わせたものなんですが、こちらがね、2つとも同じ親なんですけど、同じ親でもね、このように個体差がすごく出るのがね、アロエの特徴なのかなと思っています。なのでね、ほんと先ほどね、冒頭でもお話ししましたが、アロエ一つ一つ個体によって全然違うので、こういったね、交配を楽しむっていうね、楽しさもすごくあります。なかなかね、サボテンとか、アガベではね、なかなかこんだけね、しっかり個体差が分かれるってことはなかなかないので、
これも一つアロエの楽しみなのかなと思いますし、アロエのね交配をしてみたいなっていうね欲がどんどん出てきますよね。なのでまたねアロエもね、いろいろな交配が進まれてますので、皆さんアロエの交配を楽しむっていうことをね一つ、またねしていただけたら嬉しいです。はい、ということでね、今回アロエをね、紹介していきました。本当にねちょっと今回自分の独断と偏見でちょっとねいいな好きだなって思うのね、紹介していったんですけど、他にもねアロエ本当にいっぱいあるので、これからもね、アロエのねいろいろな紹介をしていきたいと思います。今回この動画の目的はアロエのイメージを180度変えるっていうのが目的なので、もうね少しでもあアロエってちょっと気になるなとか、ちょっとホームセンター行った時にアロエ見てみようかなとか、園芸センターね、園芸屋さんに行った時にアロエちょっと手にしてみようかなと思った方がいるとね、すごく嬉しいですし、ぜひ家にね、購入して家に持ち帰って、ちょっとね、アロエをしっかりと眺めてみてください。必ずアロエのイメージが180度変わります。本当にね、アロエ、今年確実にアロエの革命が起こるので、もうね、今までアガベとか、サボテンとかね、ディキアとか、もうね、もう、なんていうの、多肉界の王者たちが、すごいね、すごいブームを起こしてて、すごいことになってますけど、アロエの下克上、今年必ず起きます。はい。なのでね、少しでも今回ね、この動画を見て、アロエのイメージをね、変えてもらえたらすごく嬉しいです。はい。それではね、今回この動画ね、また良かったなと思った方は、チャンネル登録。このチャンネル登録をするとね、また、そしてね、通知がね、できるようにしていただけるとね、また、アロエの紹介するときにすぐに、アロエをね、見れることができるので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてね、もしよかったなと思った方、高評価お願いいたします。はい、それではね、また、お会いしましょう。